こんばんは。即会塾の小林です、えー。今私はですね、NHK のマネーワールド、資本主義の未来、お金が消えるという番組を、まあ、YouTube でね、えー、アップされてたのを見ていたんですけども、これを見てね、私はね、二つのことを思ったんですよ。一つはですね、やっぱりネット社会だねと、うん。俺最近テレビ見ないよと。もうずっと見てないよ。といった方でも、結局テレビの 情報が一番わかりやすくって新しいということを今回この番組を見てね認識したんではないかなっていうふうに感じるのが一つです。うんもう一つはですね NHK がろくな放送してないとか受信料払ってもしょうがないと言ってる人も今回の番組見てるというね <laughs> そんなことはないですかね <laughs> なんかね結局自分の都合に合わせていろんな方便を組み合わせて まあ自己正当化するのがね、かなり、えーまあ、上手な人もいらっしゃるんだろうなと思いますね。うんまあ、だから番組の内容っていうのは、別にどうってことないっていうか、今さら、まあ、5年ぐらい遅れてることを言ってるのかなとは思いますけども、まあ、こういった放送がですね、えー、テレビでされることによって、えーまあ、なて何でもかんでもネットだよっていう人も、やっぱりテレビをもう一回確認する瞬間になったりとかですね。 NHK をもうあれほどボロクソに言ってた人も結局は NHK の放送で、えー、ほらね NHK でやってるでしょっていうふうになっちゃうとしたら非常にね人の価値観とか思いっていうのはうん霊障的だなと思うわけなんですけどもねまあそういうふうな冗談はさておいて、えー、今日のそっか塾ニュースなんですけどもえっ、ー、とねこのなんでねえー、こう給料のお安いっていうかその 格差が生まれるのかってことについて、えー、今日ですね。事件料払ってない。<laughs> ああやさそうですか。うん。だからね、なんかこう、結局我々は NHK のお世話になってるし、間接的に NHK の番組を見ていると。うん。だから NHK が受信料を集めずにコンテンツ作れなかったら、YouTube いくら開いても YouTube に NHK の番組は載らないっていうことなんですよね。まあそういった意味では、あのー、まあ大いにね、 けち、えー、らずにいけばいいのかなと思いますけどね、えー、それでさっき、何をお話ししたかな、あそうだそうだあの、なんでね、二極化が起きるかってことについて、えー、少しお話ししてたんで、今日ここでもね、この動画でシェアします、これが本題です、えー、となんで二極化が起きるのかっていうと、結局はあの、安い賃金で働く人がいる限りは、二極化はものすごいスピードで進むんですよ、時給800円とか1000円っていうものでね、 あ、それでもいいですよって働く人がいる限り、その賃金っていうのは世の中にずっと正当化されるんですよ。で、経営者っていうのは、時給1000円とかで働いてくれる人がいれば、1500円とか3000円払う必要がないんで、ものすごくコストが安く済むんですよね。まあ、ですから、資本家とか経営者っていうのは、安い賃金で人を使えるから、むちゃくちゃ儲かると。で、安い賃金で、それでもいいですよ、それでもいいですよ、それでもいいですよっていうふうにして、殺到して働く人がたくさんいるんで、 えーまあ、低所得者の方はずっと低所得者ということになります、で、えー、例えば時給1000円の枠が埋まっちゃったら、今度は時給900円ってものが募集かかるんですよね、したら時給900円にやっぱり集まっちゃうんですよで、時給900円がいっぱいになると、時給800円ってものが今度は。 いっぱい集まるってことになってしまいます。だからこれはね、もう、あの、みんなで、用意どんで、抜け駆けなしに、時給3000円以下だったら働きませんっていうふうに、お金に困ってる人が全員ストライキを起こすと、あの、経営者っていうのは、時給3000円以上出さずにはもういられなくなっちゃうんで、だから時給が3000円になっていくんですよね。まあでも誰かが抜け駆けして、ああ、1500円では俺はいいかなと。 うん、じゃあ1500円で働こうかっていう人が後を絶たないんで、結局は時給が1500円で、えー、そこ止まりしてしまうんですよね。まあ、そんなことがありますんで、今、二極化がなんで進むかっていうと、資本化が悪いわけではなくて、おそらくですね。 その賃金で働きたいっていう人がたくさんいるってところに問題があるのかなと思うんですよ。で、生活保護とか、それからいろんな助成金とか補助金っていうのもありますけども、もっとくれって要求出しても、私はいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、もっともっとみんなでね、あの自分の豊かさを自分で作っていくっていう工夫をいろんなところに出していってもいいのかなというふうに思うんですよ。あので、例えば賃金にしてもそうですしね、自分が商品作った時の単価にしてもそうなんですけども、 結局あの、高い価格のものって、あのやっぱりいい、いいものなんですよ、基本的にはね、いい商品にはいい値段がかかってきて、えーあの、すごい高いレベルのものが安いってことは、やっぱり期待しちゃいけないのかなと思いますし、安いものなのに高いレベルってものはあんまりなくってですね、やっぱりそれ相応の価格なのかなと思っちゃうんですよね。 もちろんこれ、別の考え方もあると思いますし、私もうーん実は違うんじゃないかなとか思ったりもするんですけども、まあ、私の感想はさておいて、世の中の現実だけを冷たく見ていると、時給1500円で、もしくは1000円とかで働く人がいる限り、時給1000円とか時給1500円の募集はなくならないってことは、あま事実としてあると思うんですよ、私の感想とは別にですよ。で、えー、時給3000とかあ 砂漠で一枚の水を売ろう、うん、そうですね、それもすごくいい考えだと思うんですよ、ただ砂漠に人がいないっていうところを考えると、売りに行ったけども、誰もいないみたいなことになっちゃうんで、発想としてはそうなんですよね、皆さんが求めてるもの、求めてるものに対して、えー、商品を提供してればいいんですけども、求めてないものを低価格で売っちゃうから、よくないのかなと思うんですよね。うん、例えばこれからですね、えーと、うなぎっていうものがありますけども、うなぎって、ものすごく食べにくく、取れにくくなってくるんですよ。 うん、特にあの日本国産のうなぎで、えー、天然のうなぎですよと、ちゃんと川で取れるうな,うなぎですよというのは、ものすごく取れなくなってるんですよ。ものすごく取れなくなってくるんで、この天然の川で取れたうなぎっていうのは、むちゃくちゃ高いはずなんですよね。で、そのうなぎをさばける人もそんなにたくさんいないんですよ。たくさんいないんで、今度は、あのそうなぎを調理する人も少ないんですよね。で、うなぎの専門店っていうのも、低価格のうなぎ屋がいっぱいあるんで、 例えばお寿司屋さんに行ってもうなぎのこんなちっちゃいのがあってそれをうなぎだと勘違いして100円で食べちゃう人が山ほどいるんで専門店がやっていけないんですよねそうなると専門店うなぎの専門店っていうのはものすごく減ってきて希少価値が高まっていって専門店はむちゃくちゃ高いみたいなことになるんですよねでもうなぎの専門店ってきちんと高いレベルのサービスを提供するんで えーまあ、やっぱりねう、うな重定食とか言って、1万5千円ぐらいするんですけども、でも職人さんは儲かるんで続くんですよ、しかも職人さんになろうとする人が、そんなに厳しい環境でなろうとする人が、昔ほどいないんで、競争も起きないんで、新規参入がなくてやっていきやすいみたいなね、こんなことも起きてくるんではないかなと思います、もちろん私、うなぎの業界をすべて知ってるわけじゃないんで、えー、半分ぐらい今のはね、想像なんですけども、自分がその水産にね、魚に関わってきて思うのは、今ですね、一匹の鯛を、 調理して、3枚におろして、お刺身にしました。はい、美味しいでしょうっていうふうに、できる方が、昔に比べて急速に減っているんですよ。包丁を使える方、包丁を溶ける方、魚の目利きができる方、美味しく調理ができる方、すごい減ってます。うん、でも、ファーストフードとかあ、地域のですね、ファミレスとかいると、料理を提供できる人はいっぱいいるんですよ。料理を提供できる人は。でも、料理は提供できるんですけどもお、言ってみればですね、ちょっとこう、おまあ、 レベルの高い料理って言ったらねあの、そういうところで働いてる人は悪いかもしれませんけども、ここにも二極が現れてきて、誰でもできる、まあ、なんか料理を出す人は増えてるんですよ、誰にでもできるやつ、低価格で、誰でもできるから低価格になるやつ。でもものすごくね 美味しそうな盛り付けでネタにこだわってちゃんと薬味も計算してとかねでもう本当見栄えもよくってみたいな栄養素も考えてみたいなのはすごく専門的になって本当の料理ができることはむちゃくちゃ減ってるんですよだからそういう人は同じ調理師でも給料が高くってまあ五つ星ホテルとか八つ星ホテルの八つ星ホテルってのはないかもしれませんけども最上階でやっていくとだからもしね自分の収入が低いと思ったらこれは誰でもできることを 収入源として選んんででるる可能性があるんですよだからいつも言いますけどこれがまとめになりますけども自分にしかできないものでやっぱり自分の人生を生きていかないといけないのかなと思いますよね自分にしかできないもので自分の人生を作っていくってことです自分の人生をデザインするんですよ自分にしかできないように自分の人生をデザインするとそうすると選ばれる高く高額で選ばれる可能性が高いんですよねこれが希少性と専門性ですねえあ、ー、やさんの言うとおりでございますまあそういうふうな人生を目指していくと おまあなんかね、本当に自分の人生を歩めるのかなと思いますけども、こんな人生、他の人もやってるよみたいなのをやっちゃうと、結局、自分の安売りに入ってしまうのかなそれでプライドばかり高くなってきて、人生も楽しくないってことになる,んですよなると思うんですよ。そのなんてんていうですかね うんでここわけの分かんないものをプライドっていう言葉でで、ね、置き換えて、ごまかしてるのもよくないかなと思いますよねあの。人間なんて別にプライドなんて持たなくてもいいわけなんですかね、唯一プライドを持つとしたら、自分らしくない人生を生きてることです、誰かの価値観に合わせた誰かの人生の真似事を生きてることなのかなと思っちゃうんですけどね、そうでなくて、自分のデザインはあ自分の命で作っていくものですからね、生まれてから死ぬまで。最初だから、まあ、20歳ぐら歳いまでは たくさんんの人人とと同じよようううなな生ででもしょうがないと思うんですよお世の中を選別する目がないんででもやっぱり、えー、20歳過ぎて30歳過ぎてってなってくるとあのこれはみんながやってることをみんなができることなのかどうなのかとかねで自分しかできることなのかな自分しかできないことなのかなってやっぱ分かっていくんでだったらあ1万人中の1人しかできない自分のものになっていこうかな。 っていいいうに考えていくとと性は高ままるのかなと思いますもちろんそういう自分を求めてくれる人がいればですうんに独特な人生を歩んでいてもその独特な人生を支持する人ファンになってくれる人がいなければただ独りよがりになっちゃいます。 肝心なのは自分らしい人生を多くの人に喜んでいただくっていうこの関係なんではないかなと思います。まとめて言うと、まあ、提供と感謝というところにね、返ってくるんですけどね、皆さんに感謝されて、皆さんに提供できるような、そんな人間関係を築いていくっていうことが、まあ、私がね、えー、こうしたらいいんじゃないかなと、こうすれば面白いんじゃないかなっていうふうに考える、まあ、一つのね、 方法論でございますそれでは、速果軸のニュースは以上になりますけども、皆さんどうお感じになったでしょうか。まあ、考え方はそれぞれなんで、うん私が個人的に考えていることに、必ずしも賛同する必要はないですしね、えー、皆さんには皆さんの考え方と人生があると思います。まあ、少なくとも、時間やお金とかね、えー、意にそぐわないこととか、そういうものがないような、伸び伸びとした自由な人生を一人一人が送っていけるようなことをね、私も願っております。 いいうわけけででもないですけどもなすど真似をした方が自由で楽で伸び伸びといけるんだったらそれは真似をした方がいいですしね、えーまあ、何かの誰かの何かの考えを私も否定するつもりはないですから自由にやっていけばいいのかなと思いますね私も自由にやらせてもらって申し訳ないぐらいだなと思っております、えー、明日からもね、えー、しっかりと即可軸ジェネシスの放送させていただきますけどもジェネシスの方はもうすぐですね第3部が終わってしまいます10月11日から第4部うもうすでにですねこちらの刑事の署が始まりますんで最終 セクションになります第4部。1年間がどうだったのかって、すべてがあの残りの10月、11月、12月で分かってきます。暗号通貨投資した方も、それがどうだったのかっていうふうな仮取りがこれから始まります。自分の乗った ICO がどうだったのかとかね。で、あとは、あ、中西さんどうもこんばんはいつもありがとうございます。ためになります。感謝します。ありがとうございます。えで、えっと、ユミさん、野菜の方送っていただけましたでしょうか。まだ届いてないんで、明日かな。 楽しみにしてます。冷蔵庫空っぽでございます。しっかり食べさせていただきました。えー、青森から届くなぁと思ったらね、私もワクワクしますよね。えー、青森の方に取材に行かせていただきますんで、また、あの、来年になると思いますけどね、よろしくお願いします。えー、そんなとこかな。あ、そうだ、最後に一つ。あ、野菜届きましたからでしょ野菜まだ届いてないんですよ。今日留守にした部分もあるんですけど不在票がなかったんで、明日だと思いますね。えー、皆さんにもですね、おいしい野菜を食べていただくために、この、 生徒由美さんにご連絡していただくことを、私もね、願っております。野菜はね、あの、やっぱり。あの、信頼できる人から買いたいかなと、生産者の方から、スーパーも悪いわけではないんですけども。 うん、ただ量産品よりもオリジナリティのあるもの要するに私しか買えないところなるべくねなるべく自分にしか開拓できないルートで買っていきたいなっていうところもありますしえこの人でしか作れない野菜を食べたいなっていうところもありますので、えー、生徒由美さんから私は今後もねもしかしたら一生かもしれないですけども届けていただくことになると思いますそれでは長くなりました本日もありがとうございました失礼します